缶詰では E3C 哨戒機の離発着や警戒監視活動の様子をお届けしました。今回は地上で搭乗員をサポートする整備員をご紹介します。主役は2人の整備員、巨大な航空機の牽引作業に挑戦します。最後までどうぞご覧ください。今回紹介する動画は T3 型哨戒機を牽引してみたです。私は入隊8年目松浦3曹です。今日は沢井3曹に牽引してもらいたいと思います。今回使用する牽引車はこちら10トン牽引車です。こちらの馬力は約104キロワット、そのおかげで T3C を軽々と牽引することが可能となっております。それでは早速航空機を動かしてというわけにはいきません。まずはトーバーと呼ばれる航空機と牽引車をつなぐ棒のような機材を2本使用し練習します。トーバーの先につないだもう1本のトーバーを航空機に見立てて、ハンドルを切った時に航空機がどういう風に動くのかをイメージしながら練習します。まっすぐ押してるつもりなのですが、今まっすぐかどうかもちょっとわからなくなってきました。そんな時は一回アクセルを弱めて、徐々に航空機がどっちを向いてるかっていうのをゆっくり見ながらやっていくと、全体を見ながらやれば大丈夫だよ。じゃあもう一回やってみよう。はい、では気を取り直して先輩のアドバイス通りにやってみます。あ、今コツが分かってきたような気がします。そうだね、いい感じだね。お、良くなってきてくれた。うまいじゃん。よし、じゃあ P3 を予定通り16番に移動しようか。はい、それじゃあ P3 にトーバーつけて牽引車とつなげようか。はい、測定牽引車、ただいまから59号の牽引作業を開始したいのですが、支障ないでしょうか。測定牽引車は牽引作業支障なし。牽引作業支障なし、了解しました。じゃあタワーから許可が下りたんで、沢井3曹は16番スポットに59号を移動してみようか。了解しました。それでは頑張ってやってみます。だけどめちゃめちゃ緊張してます。大丈夫、そんな緊張しなくても、今までやってきたことを思い出してやればできるから、頑張ろう。まずはエペロン状のスポットから P3C59 号を練習のため牽引開始位置まで引き出します。エペロンとは衣服の汚れを防ぐために着用する前掛けではなくて、飛行場の中で貨物の積み下ろしや燃料補給、簡単な点検整備などのために航空機を駐機する場所のことを言い、特に定められた箇所をスポットと呼びます。航空機を後ろに引っ張ることよりも航空機を前に押し出すプッシュバックの方がはるかに難易度が高く、航空機の牽引の見どころです。さあ、沢井三層のプッシュバックによる牽引作業が始まりました。一発でスポットインさせることができるのでしょうか。航空機の牽引作業で一番の見どころはこのプッシュバックです。ハンドル操作のタイミングがちょっとずれるだけで、この大きな航空機は全然違う方向に向きを変えてしまいます。あらあら、これはなんだか嫌な予感。そうだね、こういう時はね、ラインに対して航空機をまっすぐ、ノーズタイヤをまっすぐにしたら
微調整で済むからその方がやりやすい。なるほど、確かにそうですね。よし、じゃあ一旦元の場所に一回戻してみるから、そこからもう一回やり直してみる。はい、もう一回お願いします。先輩から牽引のコツを教わり再挑戦です。それにしても先輩優しいかも。ここでまっすぐにラインに乗せて、まっすぐにして、はい、まだ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 左に切って、はい、そこから徐々に徐々に徐々に、はい、いいよいいよいいよ、はい、おお、そう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 、はい、まっすぐなってきた、はい、おいいよいいよいいよ、オッケーオッケー。最初はなかなか手こずったけど、まあ、いい感じだったよ最後は。うん、このまま行けば君もベテランだね。ありがとうございます。やったー。今日は緊張しましたが、これからもまだまだ腕を磨いて頑張りたいと思います。